まあお肌もそうやけど、最近ママとタイチが咳すごい出るから気をつけてね、体調管理。はい、うん、手洗いうがい頑張ります。はい、もう早速出てるし笑顔ではあるけど。タイチ今から病院行くよ。肌気になる？ちょっとブツブツできてるやろ。それちょっと先生に見に行ってもらおうかな。治るかな、痛くないかな、ちょっと見てもらおうな。いけそう、頑張ろうね。ちょっと遠いけど。この前小春行けてなかったかも。そう、小春、タイチはちょっと原因がわからんって言われてるから、うん、今日ちゃんと調べてもらおう。今日ももう一回やる。ブチブチや頑張れ行こうね。よし、レッツゴー。はい、帰ってきました。グッテグッテ食いたべー。まり、ただいま。ほら見て、もうツルツル。病院に行ったみたいですね。そう、病院に行ってきて、うん、もうでもね、車の中ですでにツルツルになって、先生にも本当にあったのとか言われて見てもらったんだけど、はい、前回ね、先週病院行った時は、うん、原因不明の病で、一番最初にブツブツが出て、うん、見てもらった時は、うん、寒冷湿疹、そう、はい、うん、まあ寒いからブツブツ出るんちゃうかなって言われて、食って食って食いたばー、そのまま過ごしてたけど、うん、また改めて行ってみたの。そう、なんか4月ぐらいね、もう出なくなって、5月ぐらいからもう忘れて、うん、この11月までは一切出ず、うん、やっぱ11月のこの末に入り、うん、そう、急にまたやっぱり出だしたから、もう一回行ってみたと。もう一回行ってみたと。そしたら、ちょっとうちの病院では見れませんと言われたんだよ。1回目の病院と一緒なん、それは。違う病院。前回は内科に行って、なんかもしかしたらリンゴ病とか、そういうのんじゃないかなと思って、内科で受診したら、はい、寒冷じんましんと言われたんやけど、はい、今回はもう、リンゴ病じゃないと、はい、知ってたので、皮膚科に。はいはいはい、行ってみました。専門の皮膚科に、しかも良いとされている、うん、とこに行ったら、ちょっとうちでは見れませんと言われて、寒冷って思ってたけど、寒冷じゃないんじゃないかと、うん、いや、寒冷じんましんにしてはちょっと相違するところが多くて、ちゃんと調べた方が他の原因もあるんじゃないかなっていうことを言われて、大きい私立病院に紹介状を書いていただいて、今日行ってきました。それがさっきの今朝の話ですね。そうです、今朝の話です。で、帰ってきたら、帰ってきたら、はい、やっぱり寒さで出てて、うん、でもジンマシンっていうのはそんなにすぐ消えないんだ。大体、ちょっと待って、まっすぐしといて今、もう、ちょっと待って、もうパッと終わるからさ、ちょっとパッと終わるから、はい、まあ、寒くなって、ジンマシン出て、そう、でも1時間ぐらいでパッと治るから、家に帰ったらすぐ治るの。んー、それはそれで違うんじゃないかってことですね。そうそう、なんかお風呂に入ったら、なんかだからやっぱ簡単さで、ただちょっと肌が弱くて、うん、ちょっと出ちゃうだけで、そんな気にすることじゃなくて、ジンマシンほどでもない、湿疹でもない、まあただ温度差で肌が敏感になってるだけじゃないですかっていう診断かな。はい、まあ、結果的にそんなに大事じゃなさそう。大事じゃなかった。なんか内面的な何かやったらどうしようとか、うん、違う疾患やったら嫌やなと思ったんですけど、しかも今回、はい、ちょっとすごいことがあって、はい、前回はブツブツが出た時に塗るお薬をもらったんだけど、はいはい、家に帰ったらすぐ戻るから、その塗る間もなく終わってたんです。なるほど。ただ今回は、うん、なんかまあ1時間ぐらい出たりする時にはもう出ても別に問題はないけど、気になるようやったら、はい、1日外出するときに、うん、まあ出るの確実やから、最初に飲んどいたら抑える薬っていうのがあって、塗り薬じゃなく飲み薬、飲み薬、それを朝に飲んどいたら1日ジンマシンが多分軽く済むのか出なくするのか、うん、それはなんか人によってちょっと効果が効き具合が違うから 100% じゃないけど、ちょっと抑えれるような薬、まあそれを試してみましょうと。そう、それを試してみてすごく効果があれば今後それを使っていきましょうかっていう診断を受けました。はい、
もうすごい画期的画期的ですか、画期的ちょっと分かんないけど、まあ、前よりは進展がありましたね。そうで、ただそう10秒じゃないっていうのが分かって、タイチ、ここ来た、うわひどい、はい、っていうことですどんなことやところで、タイチ君、髪型何も言わなかった髪型これで、ここら辺ピョンなってるけど、これ完成、えパパスタイルでいくって、誰がパパなんかピョンってなった時は帽子ちょっとかぶって開いてるっていうスタイルです。あの水をつけて直すのは小春スタイルはちょっとやめとくってそういうことね、 OK やで、名古屋で、はい OK です。週末から試してみようかな。はい、それは飲み続けないとあかん薬とかでもなくて、そういう時たまに飲むだけでいいらしい。はいはい、まあジンマシンとか、うん、そういうのが出る方がいたら、うん、まあ、ちょっとでも参考にしていただいて、はい、まあしっかり病院に、うん、行ってみてください。はい、行ってよかったですよ、うん、まあお肌もそうやけど、最近ママとタイチが咳すごい出るから気をつけてね、まあ、体調管理、はい、うん、手洗いうがい頑張ります。はい、もう早速出てるし笑顔ではあるけど、はい、はい、ではこの動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ、また見てね。コハタイチャンネルでした。バイ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 、食って食って食い止め、なんなんそれ。